役所、ローズボールアメリカ合衆国国定歴史建造物のギャンブルハウス。プロクターギャンブル創業者一族が1908年に建てたアーツクラフツ様式の屋敷。日本建築美術の影響を受けていると言われるパサデナはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡に位置する都市。ロサンゼルスの北東に隣接する高級住宅街でもある。 カリフォルニア工科大学やジェット推進研究所、アートセンターカレッジ・オブ・デザインなどの科学や芸術分野の教育研究機関の所在地としても知られる。アメリカンフットボールの大学リーグのローズボールの開催地であり、またローズパレードでも有名である。2000年現在の国勢調査でパサデナの総人口は13万3936人となっている。 パサデナはサンガブリエルバレーの主な人口及び文化的中心地で、ここはロサンゼルス郡内で8番目の最大都市でもある。パサデナは北緯34度9分22秒、成形118度7分55秒に位置している。アメリカが州国統計局によると、パサデナの総面積は60.0平方キロメートルで、 このうち59.8平方キロメートルが陸地で0.2平方キロメートルが水地域である。総面積の0.30%が水地域となっている。パサデナの気候は、欠片の気候区分では地中海性気候であるが、年降水量がやや少なくステップ気候の特徴もある。降水の大部分は冬に見られ、まとまった雨量となるが、夏は乾燥して滅多に降水が見られない。 冬は温暖であり、日中は摂取20度以上となる日も多い。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口13万3936人、5万1844世帯、及び2万9862家族が暮らしている。人口密度は2238.7平方キロメートルである。904.8。 平方キロメートルの平均的な密度に54,132件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人53.36%、アフリカン・アメリカン14.42%、先住民0.71%、アジア10.00%、太平洋諸島系0.10%、その他の人種16.01%、および、 根結5.39%である。ここの人口の33.40%はヒスパニックまたはラテン系である。この都市内の住民は23.1%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.3%、25歳以上44歳以下が34.9%、45歳。 以上64歳以下が20.6%及び65歳以上が12.1%にわたっている。中央値年齢は34歳である。女性100人ごとに対して男性は95.7人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.0人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は46,012ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は53,639ベイドルである。男性は41,120ベイドルに対して女性は36,435ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は28,186ベイドルである。人口の15.9%及び、 家族の11.6%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の21.3%及び65歳以上の10.5%は貧困線以下の生活を送っている。全米国際姉妹都市協会加盟都市、ありがとうございます。